魚釣り、先日らしいですね、四国でこの間から40アップ連発、50アップ連発させてるんですね。1日で50本使っちゃった、50本釣っちゃった、ね、っていうところで今日このアングラーズパークに来ました。じゃあ、秋山専務、菊池さん、茶貝、岩本さん、ちょっと思いを一言ずつお願いします。今日の釣りに対する。魚は釣れなくてもいいんですよ、楽しめれば。素晴らしい。菊池さん、これで釣ります。この間釣ったからね、これ釣れる。歌舞伎っていうのでこれで45釣って50ってやってると。これもう1個ないですか？ないな。あ、ないですか？ないな。で、茶貝さんはこれ僕が昨日タックルベリーで買った990円で買ったデュエルの新商品エルバスシャッド 60SP で、はい、SP で、あなたは、あ、これも僕昨日買った990円の、デュエルエルバス 60SP シャッド、これでちょっと挑戦してみる。僕はね、この一番釣れるルアー、ヨウズレ SD、クイズでやりますよ。ちょっとシャッドで巻いてね。ここバスの通り道になってますね。夕方結構通るんで、その時に合わせて、まあ、根がかりちょっと気をつけていただいて、クイが沈んでるんでね。は？歌舞伎が？え？まあ、杭を気をつけてやらんと。すごいな。釣れそうな感じでね、今ルアーを投げてるんですけど、ちょっと反応濁りが強いですね。反応あった？全部。まあ一匹釣れればいいからね。ジャイアンさん、そこのお姉さんにね、浮き釣りしてる、何されてるんですかって言ったら、ミミズでブラックバス釣っちゃったって。ミミズで。いや、それでもいい。ミミズ釣りも OK。今な、お姉さんに聞いたら、ミミズで釣っちゃったって。うん。もちろんミミズ、エビでもね。ブラックバス。30センチ。ミミズで釣っちゃう。釣れないやつね。あ、福井ちゃん。あ、福井ちゃん。福ゼロやん、それ。ゼロ。それは釣れるで。シャロー向きなやつ。ちょっと、目がかりやめて。行こう行こう行こう。ちょっと一匹釣らな帰れんでね。釣れるまで取り高ないと帰れんよ。徹夜だよ。なんなら今日ここで棒作ったらそのまま連続で琵琶湖だ。琵琶湖で朝まで夜釣り。厳しい。一匹ちょっと出して。出したいですね。せっかくなんで。出ると思うよ。本当ですか？うん。あんまり信用できんすけど。いやいや、釣れる時っていきなり釣れるじゃん。あ、まあまあそういう、ね。投げて出会い頭ドン。あの穴の中とか入れちゃってる。タイガーにいっちゃった。寝がかりしたと思ったらさ、ソーセージになっちゃった。なんか変なもん釣れちゃった。何これ、何やっとんのこれ。ルアーですな、それは。坂又シャッド、かじゃゲイリーのね、かやらしいね。テールが、ルアー、ワームが経年劣化で、触ってみて、気持ち悪い。触ってみて。こんな大きなのって釣れないでしょ、ここで。でかいのが釣れる。釣れるんだ、うん。で、これね、なんだろうな、これハートテールかな、わかんないけど、これが根がかりで。それはゴミなの、持ち帰った方がいいよ。ゴミになる。持って帰る、もちろん。これの器具とかゴミは全部持って帰ります。あと、秋山さん今度清掃活動するんで、自分の自主的に。ああ、なるほどね。うん、僕来るたびに袋持ってきて、必ず全部ゴミとかして取って帰れてるんですけど。当たり前ですよ、それ。うん、だけど今度大会でゴミ拾い大会とかもやりたいな。ああ、なるほどね。うん、これね、こういうゴミ絶対捨てちゃダメです。これ針もこんななっちゃうの、これ膨らんで大きくなって。だね、もう針がこう、あ、針が折れちゃった。あ、腐っちゃった、ね、これ本当だ。10年前の。これは持って帰らなきゃ。もちろんこれ持って帰ります。かと、こういうラインはね、危ないから。よくないね、これ。渋いね。ちょっと濁りが入っちゃって釣れないね。なかなか厳しいっすよ。どうだった、釣れました？釣れた。僕らもずっとやったんだけど、ちょっとポイント移動しますかね。やっぱ大江五さんは渋いね。何でやるの？あ、五さん、ワームで五さん勝負。やっぱ渋いね。ねえ、何へ使うっていいかも。僕はもうこれだけですよ、信じている。上手です。オッケー、来た。でかいか。ゆっくり巻いてくれ。来た来た。やっぱおるやろ。バスだよ。でかい。いや、多分ちっちゃいと思いますけど。ちっちゃい？ライギョじゃないか、ライギョ。
え、なんか動いてるんですよ。釣れとるや、でかいだろ。どこだろう。ゆっくり来い、ゆっくり。ちょっとゆっくりその辺だ。ぬるっとした感じがするでもない。ライギョか、待ってて。じゃあどこや、どこ。あ、そっちそっち。でかいんだよ。でかいんだよ。バスだよ。食っとる。釣れ。ちょっと待って。何やっとんの。ここ。潜っちゃったやん。ここ。ちょ、俺が取ってやるわ。どいどいで。どいどいで、俺がもう。何やっとんの。何やっとんの。ちょっとこちら、ラインかして、ラインかして。ラインかして。わかります。潜っちゃったじゃん。何でかいんだよ。でかいんだよ。潜っちゃったんだよ。そこで俺は取ったるわ。俺は取ったるわ。取ったるわ。潜っちゃったよ。ゆっくり待って。ゆっくりな。ここ深いんかな。落ちるやないか。お前1メーターあるやないか。何貸して貸して貸して。今潜っちゃって。あ、根に潜っちゃった。だからでかすぎて潜っちゃった。うん、そっちそっち。カメじゃねえか。魚だった。カメだよ。待って、手緩めて緩めて。寝がかりしちゃって潜っちゃってる。でかいバスだわ。本当に？で、引いたでしょ？引きました。それはグイグイしとったやんさっきから。はい、バケモンだよ。寝ぶぐってんだよ。じゃあ反対側行き。ゆっくりゆっくり。はい、これ緩めたままでいいですか？いや、待って待って待って。これ引っ張ると切れちゃうから。はい、悔しい。最後の最後の。多分、雷魚か。重かったでしょ？だから バスだ。バス本当に。いや、僕これ逃したくねえ。マジ でも潜っとるから。ちょっと水深水深竿貸して。これはチャガエフ。今忙しい。え、何？ちょっと今直してくれないかな。いいよいいよ、今忙しいんだよ。ちょっとでかいのバラしちゃったじゃん。いや、まだバラしてないです。ちょっと待って、貸して竿貸して。いや、ちょっと待ってよ。これはでもと、これ水深がね、1メーター超えとるから、これこれ、これ届かないから、1メーターあるから、竿貸して、貸して。切れました、ごめん。切っちゃった。切れちゃった。もうね、根に潜っとった。切れちゃった。チャガヤフ、でかいバスだ。バスでしたかね。ああ、やっぱクランクベイト来るやろ。来ました、今。来た来た来たって、はい、今どういう攻め方してる。あの後クランクベイト、その上級と、なんでクランクベイトを使ってる、説明して。アングラーとしてクランクベイトが一番釣れるから、それだけよ。シャッドとかな、クランクベイト一緒。いや、今厳密に言うと、うん、このシャローから駆け上がりがあって、あそこちょっとへこみが、くぼみがあるのよ。ほんとか。うん、あそこのくぼみについとるから。ついとんか、あっこに。そうそう、あそこがへこんどるんだよな。いや、もうクランクベイト巻いたらいいんだよ。それだとたまたま釣れて運の釣りになるから。いやいや、投げれない。 あそこ地形、数地形があるから、あそこくぼみがあるから。お、詳しいの。うん、くぼみがあるから、そこから、あそこについてるから、右からあそこをかすめるようになってくると、くぼみに潜んどるのがドーン出てくるイメージね。いや、俺の理論でいくと、うん、投げて巻くだけ。数だ。投げて巻くだけ。何回でも数。たまたま釣れたったやつか。数に勝るもんない。何数に勝るもん。いや、地形なんだよな、釣りはな。だから、あこもくぼみが何箇所かあるから、そこについとるから。でもね、うん、俺が狙っとるとこは、うん、岬の張り出し。岬ないよ、ここ。岬の張り出し、マジで。で、あそこの奥に木あるじゃん。あそこ。あそこの奥に用水路からインレットになってる。あそこのとこから、浸水がちょっと湧き水。インレット？インレット。あそこ、うん。だから、新鮮な水が来るから、あの界隈から、この、マジか。太平洋ベルトみたいに、このラインに、かすめる感じ。黒潮だな。そう。かすめる感じでやると釣れる。で、今、ああ、たまたま俺が言ったとチャガイフ釣れたよ。あ、言ったの？もちろんもちろん。あの、太平洋ベルトをかすめるように投げろっつって。ああ、そしたら釣れる。で、ポイントっていうのは全部地形だから、地形を把握しないとたまたま釣れたって話だから。でも俺から言わせると、うん。やっちゃって、闇雲に投げてトントンやるだけな。当たった、専務。
何これもうひっつき虫が。この植物マジでうざいんだけど。めちゃくちゃ家の周りにもこれ生えとる、これひっつき虫。本当だったらこれ連れとんだよね。さっきのね。連れとんだけど、俺このサボがここに引っかかっちゃったから、ね。さあ折れちゃってワールドシャウラ。半分ぐらいしか投げとるの。あのさ、これちょっとみんなに報告あるんだけど、ワールドシャウラね僕買って。うん、こう先っちょこう見て、誰かがおったんやって。誰がおったん。で、タチの悪いことにこの社内会議します明日。黙っとるやつがおる誰がおったんだったおって犯人がおんねん。で複数でみんなで5人6人でとか多い時10人で釣り行くことあった時にうちの社員の誰かがおって黙っとるねん。黙っとんねんあいつ。最後違うと思う。ワンチャンカメリンの可能性もあるな。カメリンとか可能性あるやな。はい、よしよしよし、来た。あ、でかい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 。そうでもないか。33、いやいやいや、サイズいい。でかでか来た。おやし、うわぁ、いいね。で、これが3パチぐらいかな。ちょっと菊さん悪い、ちょっとこっち行ってもらっていい？菊さんこっち突き出してもらっていいですか？これはそんな大きくないんだけど、このサイズ感の3パチ界隈、37界隈の聞いた。もうちょっと大きいかなと思って。全然釣れなくなりました。奇跡の一匹やったんやねあれね。まあちょっともうそろそろ時間ですが、下からだよね、うん、ちょっと今動画撮れなかったんですけど、これね釣れてしょ、もっと重い、ごめん違ってた、40アップが両方ダブルヒットして、足元がでバレた40が、そいつをまた丸飲みしようとしてたかな。40がダブルヒット、40だけバレた。あ、40がバレた。で小バスだけ足元で、そこで見えた。チャガイさん粘りましたけどね、最後のちょっと動画撮れない、今日 GoPro 忘れちゃってさ。あ、そうですね、撮影あれだったんだけど、はい、ダブルヒット。見ました、僕は見ましたよね。45アップと10センチのバスが、はい、あれこう食っとったんですかね、両方針に引っかかっとった。ああ、そうなんですか。だからルアーを2匹が追いかけて、はい、両方フッキングして、はい、うわーと思ったら、珍しいですよ ね、 あれね、珍しい、はい、でかいのだけポロンと落ちて、ちっちゃい10センチだけ、はい、やったですね。いやー、まあでもなかなか厳しいですけど、僕もちょっと50オーバーのやつをねえ。でもチャガヨさんが1本動画バズってるから、あなた。あ、本当ですか。今500万再生の動画が、はい、あなた出演のカブラ出てんだけど、はい、あれね、1日に3万ページビューあんね。で、はい、日本人がそのうち 40% だから1万2千人前ちゃんと見られとんね。全国の小中高生に、まあ、俺よりあんたの方が有名やねん。だから本当ですか。毎日食うやつ、池に飛び込むやつ毎日日本人が1万2千人の小中学生があんたのこと見とるから、ありがたいですね。意外にどっかで見たことあるなって。小中学生が毎日1万2千人、ありがたいですね。1万2千人の小中学生にあれは俺だってことで、チャガヨさん買ってないんですよ。またやらせのカニガサやるかな。やりますか、またやりたい。いや、やらせいかん。それしか伸びんすよ。いかガチ、うちは。あ、ガチですか。ガチでいきます。ということで、今日ちょっと、魚があんま出なかったんですけど。いや、坊主じゃなかったからいいんじゃない。まあ、一匹出ましたからね、うん。自分もちょっと釣りの釣り方をみんなに背中で教えられた。背中で技術をね、やっぱり、そうですね、よくある素人さんの考えで、闇雲に投げて釣るって菊池さん今おっしゃってるよね。あれ素人さんで、自分は地形を考えて、地形のあそこがあれあるから、はい、あそこについてるやつをどう釣るかっていう。わかるんですよね。うん、だからあそこについてるから、地形のあそこのくぼみいるから、そこに2メーターわざと外して、誘い出してから食わすっていう。なるほど。そこばっか攻めてるんで。だから僕3匹釣っちゃったっけ。なんかタラベコっぽい。うん。ということで。闇雲じゃん、闇雲。また会おうぜ。ありがとうございました。